ウバルデ軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部南に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は26,405人であり、2000年の25,926人から1.8%増加した。軍庁所在地はウバルデ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ウバルデ軍は1856年に、 ウバルデ氏を設立したリーディングウッドブラックによって設立され、軍名はコアウイラ州のスペイン人知事フアンデ・ウハルデにちなんで名付けられた。軍北部のテキサスヒルカントリーテキサス州道55号線、軍北西部にウエセス川近くを蛇行している、考古学調査によって、紀元前7000年頃に人類がウバルデ軍となった地域に居住していたことが分かっている。インゲトリベが作られた地の南、 レオナ川沿いにインディアンの高級的な集落があったことは1675年のフェルナンド・デ・ボスクの探検記録に残されている。19世紀にはコマンチ族、トンカワ族、セミノール族、リパン・アパッチ族がこの地域で狩猟を続け開拓者を襲うこともあった。1790年1月9日、コアウイラ州のスペイン人知事フアンデ・ウハルデと、 内陸州の指揮官が600名の兵士を率いて、現在のユートピアの地近くで、アパッチ族に対して決定的な勝利を挙げた。その地は、アロヨデラ・ソレダドと呼ばれた。ウハルデの勝利を称えて、その後地域の強国が、キャノンデ・ウハルデと呼ばれるようになった。フランス人植物学者、ジャンルイ・ベルランディエが1820年代後半に、この地域を訪れた。 1830年代、ジェームズ・ボーイが、現在の軍北中部に、鉱物炭鉱者の一団を案内した。アドリアン・ウォル将軍のメキシコ軍が1842年に、サンアントニオを攻撃するために使った道は、軍内を通っており、その後サンアントニオとをつなぐ、幹線道路になった。1849年、インゲ・トリデが設立されて、メキシコ国境でのインディアンの略奪行為を抑え、 また、オーバーランドサザン郵便が使った。この地域で最初期の開拓者は1852年冬に到着したウィリアム・ワシントン・アーネットだった。1837年にサンアントニオの土地統機家が設立したキャニオンデ・ウハルデ土地会社が1830年代後半に均等受益権のある特許土地を買収し始めた。リーディングウッド・ブラックが 共同経営者のネイサン・エル・ストラットンと共に、1853年に、後にウバルデの町になった場所のレオナカワ沿いのまだ、分割されていない土地と労働力を購入した。1855年5月2日、ブラックは、サンアントニオの石板工、ビルヘルム・カール・アウグスト・シエル・パペを雇用し、エンシナ、後のウバルデの町の区画割りを行った。このブラックによる、エンシナ設立と、同時期に、 ウィリアム・ウェア大尉がサビナル峡国の上流にウェアズビルをジョージ・ W ・パターソン、ジョン・リーキー及び A.B. ディラードがサビナル側にパターソンの街を作った。1855年11月、リーディングウッド・ブラックがテキサス州議会に働きかけてウバルデ軍を組織化することに成功した。1856年5月12日、ウバルデ軍が正式に組織化された。 6月14日、エンシナが、軍庁所在地に指定された。軍庁舎の2階が、学校になり、1858年には、軍内に6つの教育学区が、組織化された。サンアントニオエルパソ郵便ルートが、軍内の主要道路に延伸され、1857年には、インゲトリデが、停車場になった。 米北戦争の間や後で、メキシコ人とイギリス系アメリカ人の間に紛争が続き、1855年にはニュエセス川近くで11人のメキシコ人が隣地にあった。1857年に成立した法で、メキシコ人が軍内を通ることを禁じた。1861年、軍民投票の結果反対76票、賛成16票で、 アメリカ合衆国からの脱退への反対を決めた。テキサス州の脱退後すぐにインデ取リデが放棄され、インディアンの攻撃が再開された。軍内の多くの男が南軍に入って戦ったが、北部支持者は迫害を避けるためにメキシコに逃げた。南北戦争後、ウバルデは30年間も無法状態に置かれた。市民の間で暴力沙汰、無法行為、 南軍と北軍の紛争が激しかったので、武装した護衛兵が雇われて、軍の税評価官や徴収官を助け、保安官のいない状態も2年間近く続いた。南北戦争の終戦直後は、北軍と南軍の機関兵の間で紛争が続いた。密、貿易業者、牛や馬の泥棒、その他多くのならず者が地域に溢れ、 その中には悪名高い牛泥棒のジェイ・キング・フィッシャーもいたが、フィッシャーは1881年に軍保安官に任命された。ニュートンギャングのウィリス・ニュートンはウバルデの近くで最初の列車強盗を行った。ジェス・ニュートンとジョー・ニュートンはウバルデで引退した。1878年、ウバルデでアンパイア紙が発刊し、1879年には ヘスパリアン紙が発刊した。1881年、ガルベストン・ハリスバーグ・サンアントニオ鉄道が軍内を通って建設され、サビナルト・ウバルデシを通った。1880年代、ウィリアム・エム・ランドラムが地域にアンゴラヤギを導入した。20世紀への変わり目までにヤギの数が牛を上回るようになった。ガンマンのパッド・レットが1891年から1900年まで、 軍内に住んでいた。1905年までにサザンパシフィック鉄道が奪るで、日波及びサビナルに鉄道を敷いた。地域の養蜂産業が発展し、1900年パリの万国博覧会で第1位を受賞した。1941年、市民保全部隊が建設したガーナー州立公園が公開された。同年、ガーナー陸軍飛行場も開設された。 1937年に完成した国立魚類賦課場では1970年代に多くのナマズ、オオクチバス、サンフィッシュを生産した。1974年、軍内の農業生産口は4500万ドルになっていた。1989年1月、ウバルデ軍はエドワーズ地下水地区から撤退した。1990年、 軍人口は23,340人となり、60%がヒスパニックだった。1910年のメキシコ革命から大量の移民労働者が軍内に入り、土地を開墾し溝を掘り、軍内に灌漑用水が広がった。1921年のキャンプウッドまでのウバルデノーザン鉄道、アスファルトベルトウェイ鉄道、および軍内南西端のブレウェットやダブニーでの アスファルト鉱山拡張はメキシコ人の労働力で完成した。1960年までにメキシコ系アメリカ人は軍人口16,015人の半分になっていた。1960年代は季節労働者がウバルデやサビナルを移動し続けた。1891年、1892年及び1921年の外国人と地方で非住民による 州内の土地の所有を禁じていた。これらの法は1965年テキサス州第59議会で撤廃された。これらの法やその他差別的な制度でテハーノが軍内の土地を買うことが制限されていた。軍内のヒスパニックに対する公民権獲得運動がアメリカンリージョンのトマスバレ支部設立で始まった。1965年に統一カトリック教会ができるまで 教会は礼拝場所を人種によって分離していた。1968年、メキシコ系アメリカ人青年機構が訓内で結成され、1970年4月14日には600人以上のメキシコ系アメリカ人学生が6週間のストライキを行った。テキサスレンジャーズやテキサス州公安省が教育委員会の要請に応えて暴力行為を取り締まった。 アメリカ合衆国上院教育機会、平等委員会委員長、ウォルター・カイモン・デール上院議員が1970年7月30日に、ウバルデに行き、後にウバルデリーダーニューズに掲載されたインタビューで、市当局を批判した。1970年、ジェノベバ・モラレスが、子どもたちのために、ウバルデ統合独立教育学区に対して、階級行動の訴訟を行った。 1975年、アメリカ合衆国コース裁判所第5地区で、ウバルデ統合独立教育学区が、学校における人種差別撤廃をできておらず、アメリカ合衆国憲法修正第14条と1964年、公民憲法第6項に違反していると裁定した。1976年、裁判所は、ウバルデ統合独立教育学区に対司法を、 遵守するよう命令した。2007年、ウバルデ統合独立教育学区は人種差別撤廃命令の取り消しを求めた。これに、メキシコ系アメリカ人法的保護と教育基金が反対した。2008年9月15日、和解が成立した。1975年までに、軍内でわずか6人のメキシコ系アメリカ人が公務についているだけであり、 指導者は一人もいなかった。この時以降、メキシコ系アメリカ人が軍のコミッショナーに就くようになり、他の軍では地方政府役人を務めるようになった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1599平方マイルで、あり、このうち陸地1577平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.13%である。 ウバルデ群社会の標識以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。北緯29度21分整形99度46分、北緯29.35度整形99.76度 29.、29.35-99.76。ありがとうございます。